吉田八重門名は三年は、江戸時代の日本の農民。川越藩領、武蔵区にいる間群南永井村の名主を務めた。川越地方で最初に、寒渉の栽培に成功し、川越芋の基礎を確立した。元禄十三年南永井村の名主の吉田家に、生まれる。日田吉貞の末裔とも言うが定かでない。長寺で、名主職を継ぎ、 夏場の干ばつに弱く不作の多い同地の農民を救うべく工夫を重ねていた。寛永4年2月28日、幕府の許しを得て、江戸小引町の商人、川内屋、八郎兵衛の仲介で、せがれ、吉田屋左衛門を、和佐国市市村の干渉農家、長寿老法へ派遣し、干渉の栽培法を学ばせるとともに、種芋200個を500分で買い付ける。 ヤザエ門の入手した種芋をもとに試作を重ね、成功後近隣にこの作法を伝播し、武蔵野大地一帯を、干所の一大産地とするまでに普及させた。ヤエモ門の普及した干所は、川越芋の名で知られるようになり、完成年間には、江戸市中に、川越芋を材料とした焼き芋屋が登場。天保年間になると、きゅうり4里、うまい13里として、焼き芋が、 江戸市中で流行するほどになったという。死後239年経った、平成18年、感謝の神として、青木昆陽と共に、所沢市中富の御富、富岡総鎮受信名社に祀られた。ありがとうございます。